はい、じゃあ今日紹介するのはこのフリーウィーなんですけども、どうぞ。はい、じゃあ今日紹介するのはこのフリーウィールなんですけども、まあ、何使うかっていうと、こういった日常用の車椅子に、まあ、アタッチメントとして取り付けることによって、ちょっとまあ悪路というか砂利であったりとか芝生であったりとか、そういったちょっとした悪路でも普段の車椅子でも行けるようになるっていうツールになります。重さ的には 4,5 キロぐらいかな僕らが普通に持っても、下から持ち上げても持って上がれるぐらいの重さになっています。じゃあ次はこれを実際ちょっと取り付ける動画に行きたいと思います。じゃあ実際これ取り付けしていきたいと思います。まあこの部分をですね、僕らが足を置いているフットプレートに取り付けることによって、まあ、装着になるんですが、これを置いてまずこのフットプレートに取り付けるということで、ちょっと足をどけます。この際ね、しっかりブレーキして車椅子が動かないようにしてください。で、僕の場合はちょっと不全なんで、こういったところでもバランスが取れるんですが、まあ、ちょっと完全麻痺の人は取り付けの際にはちょっと気をつけてほしいなと思います。で、普段はこういう風になってたんですけども、取り付けの際はこのホイールを前に出して取り付けるのがポイントになってきます。そしたらこのレバーでここの下のジョイントが動くようになっているので、まずはこれを押し込んで開いた状態にしてください。で、これをちょうどフットプレートの真ん中ですね、真ん中に来るように持っていく。うまくいかないな。あれ、ちょっと待って。ちゃんとやれよ。手が不自由なんで、かじかんできてんのよ。で、だいたい真ん中に来たなと思ったら、このレバーを中にですね、内側に押し込むことで、カチンという音が鳴るまで押し込んでください。そしたらしっかりロックできるので、もう一回やってみますね。これを外すと取れるので、これを真ん中ら辺でロック、押し込むまでロックしてください。そしたらこういった形で固定されますね。ちょっとね、こうフットプレートの真ん中にスペースを取られてしまうので、足を置くのがスペースがちょっと狭くなってしまうので、まあ、もし使うときには、あんまりこう、なんだろうな、ブーツみたいな幅の広い靴を履いてると、もしかしたら足が置けなくなってしまうことがあるので、注意してください。こんな感じで取り付けた状態で足を乗せるとこういう状況ですね。こんな感じで干渉してきますね。で、ポイントとしては、できるだけ中心で取り付けるようにしてください。ちょっと右にずれてたり、左にずれてたりすると、走行のときにちょっとこう違和感を感じたりするので、しっかり中心に取り付けるのがポイントになります。じゃあ実際これで次は操作していきたいと思います。で、車椅子を前進させて、ホイールが、フリーウィールのホイールが中に入ると、この車椅子用のキャスター、車椅子のキャスターを見てもらったら分かると思うんですが、前にやることでちょっとウィリーした状態になります。こうすることによって、砂利や芝生でもこういう小さいキャスターが干渉しないで、このフリーウィールのつけたホイールとメインのホイールの三輪の状態になって、登場シーンで回った悪路でも走りやすい状況になるっていうのがポイントになりますね。じゃあ実際この状況で、前にちょうど砂利があるので砂利の方に入っていきたいと思います。こういった感じでいいですね。さあ、キャスター、普通用の車椅子の、僕が乗ってる車椅子の前輪のキャスターは常に浮いてる状況です。こういった悪路でも結構スムーズに進んでいくことができます。滑稽だな。はい、じゃあこう以上、フリー、今日はフリーウィールっていう
使用具の説明をさせていただきました。僕ももうこれを使って5年ぐらい経つんですけども、今2歳と4歳の子供がいるんですが、子供なかなか言うこと聞かず走り回っていくんですけども、公園とか一緒に行った時もこう気兼ねなく子供たちと一緒に遊んだり追いかけたりできるっていう意味では本当に重宝しています。なかなかね、こう普段の車椅子だと行ける場所に限りがあるんですけども、こういった道具を使うことで、いろんな行ける場所の幅も広がるという意味では、よかったら皆さん使っているという意味ではどうでしょうか。まあ、こんな感じでまた役に立つそうな使用具をどんどん紹介していきたいと思いますので、今日の動画見てよかったなと思う人はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。以上、Be Beyond の三坂でした。Talking way too loud and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is black and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing.